広瀬すずの余白時間。こんにちは、広瀬すずです。今週も始まりました広瀬すずの余白時間。先週に引き続き素敵なゲストをお迎えしてます。俳優の野村周平さんです。よろしくお願いします。改めてちょっとご紹介させてください。どうぞ。1993年生まれの30歳。2012年 NHK 連続テレビ小説梅ちゃん先生で注目を浴び、2016年公開の映画ちはやふるで私は共演させていただきました。プライベートではストリートカルチャーをこよなく愛して、そして2019年から1年ニューヨークですね、留学されていた方です。はい、じゃあ俳優ですここまで読むとただのなんか自由奔放な人間で終わっちゃうから、あいつなんか好きなことしかやってないなんてなっちゃうから、一応俳優ですから。俳優さんでした、はい、すいません、今週も楽しくおしゃべりできたらと思っております。番組の感想などはハッシュタグ100時間でたくさんつぶやいてください。最後までお願いします。広瀬すずの余白時間、三井不動産全国の信用金庫の提供でお送りします。改めまして広瀬すずです。今週も俳優の野村周平さんと一緒にお届けしております。よろしくお願いします。あ、よろしく。あ、そんなおしとやかな役者さんになられたんですか。あ、はい、一応おしとやか系俳優でやっておりますので。あ、そうなんですか、はい、イメージが180度違いました。360度変わりましたちょっと先週は換気性だったりとかお仕事についてお話ししたんですけど、今週は余白時間についてお聞きしたいと思います。はいはい。そもそもこの番組は仕事や目の前のことから一旦離れて無目的に過ごす、こう余白時間というもののコンセプトなんですけど、うん、どんな余白時間を過ごしていますか。休みの場合、うん、休みとか丸一日あったら結構さっきソロキャンプとか行く。へえ。まあ、犬連れて。そう、でももうテントとか立てない、車で寝るから。あ、なるほどね。もうほんと焚き火台と、へえ、ほんとね、お酒とか持ってってもうひたすら飲んで、うん、想像できる。で、なんか夜になんか夕方ぐらいになると泣いてる最高なんだけど。なんか自然見ながら湖とかのほとりでさ俺って生かされてるんだ自然にって、ね、周りから見たらとんでもなく怖い人だよね、うん、やばいよね。ギターとか持ってさ、なんか一人で泣いてんの。泣いてる。でいい、ね、犬もこいつアホやなみたいな顔で見てるから、犬はずっと遊んでたりするからさ、うん、元気だよね、ちっちゃいとこのワンちゃん。ワンちゃん元気だから結構そうね。どこに行くの、近いところ。まあ結構山梨だったりとか、あ、まあ千葉とか結構、まあ一人で慣れるとかだったらどこでも。ね、2、3時間とかは撮影の前とか、お昼から。これさ、お昼食いに行くしかないよな、もしお昼だったら。あ、わかる。ご飯だよ、ね、ご飯。うまい、ここら辺のうまい飯屋探してやるか、うん、もう寝るだよな。うん。え、ご飯は何が好きなの、何食べてんの。焼肉。焼肉好き？大好き。いや、めっちゃ行ってたよね、一時期焼肉。あのね、今度行こう。めっちゃいい焼肉、めっちゃうまい焼肉屋さんがあるのよ。うん、いや、お店送っといて。いや、俺いないと入れない。なんでだよ。いや、本当に、本当に、本当に。本当に。別に二人とは言わないよ。マネージャーさん連れてってもいいけど。すごい公式的な。マネージャーさんがそれ得するよ、その焼肉食えるのって思うわ。絶対連れてって、じゃあ、マネージャーさんち、10人くらいの時で。高いな。みんな喜ばせたいから。高い。何が好きじゃ。私？飯。最近は、うん。蕎麦、うん。焼き鳥。ヘルシーだな。カンジャンケジャン。あ、カンジャンケジャン好きよね。好き、俺も。好きよね。急に。カンジャンケジャンって、急におばさんみたいな。最高。醤油漬けでしょ、カニの。そう。大好きで、すごいハマっちゃって。でも結構、あ、映画見るかも。携帯とかで。ね。それこそなんかドラマ見たりとか、海外ドラマとか。そうだね。共演者とかとさ、話したりする？するする。してそう。結構するよ。まあ、たわいもない話ばっかだよね。でもビビられてさ、うん、最近ビビられんの見た目なんかちょっと年下の男の子とかに絶対怖いと思うよ。いや、最初本当に殴られるのかと思ってましたみたいないやいや、どんなにやめてくださいよみたいな。いや、世界一優しい男だからってみんな思ってると思うよ、うん、でもまあ男には厳しいけどね、うん、女性にはやっぱりもうめちゃめちゃ優しい。もう最低だと。いやいや、最低じゃないよ。さ、レディーには優しくするのがね、男の
ね勤めるですから。ザ男みたいな性格してるもんね。そうですね。でも全然怖くないよ。そう。街であったら怖いぐらい。うん、雰囲気だけね怖い、うん。サングラスかけてロン毛でこんなんでいるからね。そうなん声かけづらいよね。こうしかめつらいで歩いてるし。ストリートカルチャーは何でハマったの？まあでも5歳からスノボやってたからさ。イメージある。そうずっとそういうことしてたから。もう学校行ってる間とかもだからあんまり学校の友達と遊んだことなくてずっと外の大人と遊んでたからなんかそうなんだそう逆に流行りとか分かんなくて寂しかったよ私全然さそういうストリートだけ分かんなくてさ、うん、あ分かんなくていい役で一回さ付き合った時もさむずすぎてねえねえねえそういう時なんで俺に連絡しないの一番のいい先生隣にいるじゃん隣そうだ確かにね今思えば、うん、そういえばそうだもん危ないからやめなスケボーとかしちゃダメ本当になんかスコーンって転んで、うん、気づいたらもう仰向けだったの地面で危ない首とか痛すぎちゃって腰とかこんな難しいんだってもっと怪我するからいやすごいよね、うん、オリンピック見てたオリンピックは見たあれはすごいねすごいんだ堀米くんね知り合いなんですよ俺えすごいチッチその有名人知り合いいるのまあな聞いたことない結構多いよ広瀬すずとかも知ってっしな知ってるだけでしょいやいや結構仲いいんだ仲いいんだ仲いいんだそうねまあおこがましいですよなんか堀米さんとかとね、すごいね仲いいとか言うと一緒にやるのウィーってウィーってやるねふふふふふふふイエーイってやってるやってるんだへいいねはん留学が25歳そうだねで何で何きっかけで行きたいでもただ英語を喋りたいってだけだったけど、うん、ただニューヨークっていう街がもうストリートな街だから、うんうん、俺からすると好きなもん詰まってるわけよ、うん、そんな街に行ったことないなんて本物じゃないじゃないそうねそうだから本物になりたいなと思って、うん、語学学校行ったんだ、うん、え1年間もう日本に帰ってこず仕事はあ1回帰ってきたかななんか舞台挨拶かなんかででもそこはすぐとんぼ返りしてとかへえすごいね何してたのひたすら、まあ、現地に友達いたから日本語喋れないなんかもうひたすら英語喋ってもうなんていうのノミニケーションもう本当に飲みに行ってファッションでね行けそうでもそうで毎日学校ちょっともうちょっとしんどいなみたいなやっぱ学校って苦手なんだなって思っちゃったね、うんうん、なんで先生いんだよみたいになっちゃうのやっぱ学校だからでそうよかったなと思う、うん、行ってよかったいやいや最高最高もう行った方がいいよ1ヶ月ぐらい行ったらちょっと変わったりするよ、うん、でもオリンピック私バスケやっててうんうんあパリ行ってたよねそうなんか初めて2週間弱くらいいたのいつもさほんと 1,2 泊とかで帰ってくることが多かったんだけどあんだけ長くいると、うん、なんか勝手にさワードがどんどん聞き取れるようになったりするもんなんだなって思う、うん、え結構さ英語喋れる人が多いからさ、ね、そうねフランスは英語多いね最初はもうハニャって感じだけどさもう一回やって今のハニャあーオッケーありがとうやめてくんなそしてこの番組お悩み相談がたまにちょっとねやったりするんですけど、うん、チッチ相談乗るの上手だからそうね、うん、私一回すごい焼肉屋で相談した記憶あるもん何の相談してたか分かんないなこんなとこじゃ話せないような話そうだね三重県ラジオネームびっくりコーヒーさん26歳男性僕は気持ちの整理について相談したいです普段から一人でいると気持ちが沈んで気づけば落ち込んでいることが多いですなんで気持ちが沈んでいるのかもわからないような気分でもやっとした時どのように沈んだ気持ちを切り替えていますか自分の気持ちと向き合い方があればぜひ教えてくださいどうですか鈴さんはでも私あんまり落ち込むことが俺もね最近落ち込むことなくなったんだよななんか落ち込むことを忘れちゃわないなんかだんだん、うん、でも私と同い年なんだもんなまあでも世間一般はねやっぱね鈴は大人の方だからね26でも大人に囲まれてね、うん、生きてきたからそんなに26っつったらもうまだ社会人ね4年目ぐらいとかの話でしょ、うんうん、まあでも沈み方を忘れちゃったかもなんか別に
恋をしてとかもないし、最近恋をするとかそういう感情がだんだん薄れてくるんだよね、大人になる。心配になってきちゃったよ。いや違う、犬とかが好きすぎて動物と会話したいなみたいなテンションになってるから。でもそういうさ、キャンプとかさ、趣味があるとさ、うん、気分転換には絶対なるよね。そうね。あとはやっぱ考え方を変えて、地球レベルで考えたらそんな、ね、ちっちゃいことだから、まあ、そんなことでクヨクヨするんじゃねえよっていう感じですよね。ちょっと言い過ぎかも、ちょっと言い過ぎかも、言い方が強いかも。そうね。でもそうだね、なんか気分転換とか、100歳まで生きたらこの瞬間なんてマジで本当に一瞬じゃんっていつも思うタイプ。なんかね、明日死ぬと思って生きてるから。かっけ。そうだからね、一日一日後悔したくないよね。かっけ、うん、だって明日死んでもいいように生きた方がね、いいじゃん、うん、だったらもう人生一回だから好きなことやりまくってやろうって。いいこと言った。うん、そうだよね。でもそうだよね、本当にね、うん、ありがとうございます。続いて、続いて、兵庫県ラジオネーム恋する花さん、18歳の女性です。可愛らしい。私は高校3年生の受験生で、勉強をしながらラジオを聞いています、うん、私には今好きな人がいます。あら。相手は同じクラスの男の子で、うん、6月頃からずっと連絡を取り合っています、うん、彼に前髪ありを見てみたいと言われ、髪を切ったり彼と話すのが楽しいと素直に言ってみたり、自分なりにアピールをしているつもりですが、なかなか進展しません。お互い受験生ということもあり、迷惑かけるのも嫌で、自分が傷つくのも嫌で、自分の気持ちに素直になりません。よかったらアドバイスいただきたいです。ガキチチ。じゃあそれ女性側の意見として、まずやっぱ、でもさ、前髪ありを見てみたいって言われて髪切ってさ、すごくない？前髪あり見てみたいって何？だから今、じいちゃん、それ前髪切ってってこと？この、今ないじゃん。ああ、だから鈴の前髪ありが見たいな、みたいな。そしたらこう、パッツンに切ったりとか、そういうこと。どういうこと？だから、前髪ありの、こう、ちょっと可愛らしい印象の方が好きな男の子なんじゃない？ああ、でもさ、その子すべてが好きになっちゃわない？言うたらさ、何でもいいじゃん、容姿なんて、うん、だって俺鈴のこと大好きだけど、前髪にアリ見たいなんて言わないよ。全部私に叩く。あ、でも見たいかも。基本ずっとあったし、ね、なんか友達の関係だったらさ、うん、なんかあれさ、坊主とかしてみたらいいじゃんみたいなことは言えるじゃん、うんうん、もう絶対似合うじゃん言われて、なんか自分はもしかしたら本当は伸ばしたかったかもしれないけど、聞いて素直に純愛ですね、うん、話してるのが楽しいってアピールしてるんだけど、進展がしないの。でも傷つきたくもないから頑張れないのも。でも今傷ついとくのもね、いいことだからね。大人になって傷ついたら傷治るの遅いからな。本当にね、うん、若い頃傷の治り早いんで、ね、若いうちに経験しといた方がね。確かにね、大人になってから時間が解決してくれたりするし、ね、心の傷はね、あんまり治らないですからね。何かありました？大丈夫ですか？いや、何もないから言うんです。そうか、当たって砕けろでしょ、うん、あと受験ってのがね、ちょっとネックですね、うんうんうん、ちょっとナイブになりつつね、はい、でもまだまだ時間はいっぱいあるから、はい、いろんな経験をしてほしいですね。はい、続いて神奈川県ラジオネームまおまおさん、19歳女性です。私は11月で20歳になります。10代から20代に突入する節目の年ですが、まだ20歳になる実感はありません。20歳になるまでなんと3ヶ月ほどありますが、10代のうちにしておきたかったこと、しておいた方が良かったなと思うことはありますか？ぜひ教えてください。それで言うとね、僕ね、去年29から30になってるんですよ、うん、何も変わんないね。変わんない。うん、そうなんだ。うん、29から30はもうほぼ何も変わんないね。30も結構さ、30代楽しいって言うじゃん。でもなんか俺信じてない、自分がまだ30歳だって。俺まだ27ぐらいだと思って生きてるから、うん、30歳なの。いや、なんか時間、体感時間早いじゃん。気づいたらもう40とかなってんだろうね。そうそうそう、だから19から20歳は、うん、やれること増えるもんね。え、今年31？ そう。わあ、すごいね。うん、どうするよ、どうする、どうする、違う、こっちのそれなの。ハーマンさんだよ。10代でした。10代のうちってでもさ、通り過ぎちゃうのがいいんじゃないの？うーん、ま、でもまだ何も変わんないからね、二十歳になったからって。若いは若いから何でもやっていいんじゃないかな。好きな、何でもやってた、好きにやってた、好きにやってたよね、ずっと好きにやってるから俺。そうだよね。なんかおじさんたちとかと仲良くなるとずっと若くいれるじゃん。うんうん、ずっとあのガキンチョだからずっと好きなことしちゃうんだよね。なんか、うん、でもなんかいいね。そうだから先々週のさ、うん、電話企画やった時にさ、少年のまま子供
の気持ち持ったまま大人になりたいって言ってる子がいて、うん、マジで父のことだよね多分ね。まあでもね、少年すぎてもダメだからね。今が俺がちょうどいいぐらいだと思う。今ちょうどいい。今ちょうどいいでしょ、うん、大人になったでしょ、うんうん、これぐらいが、まあ、こうなるから、ね、もうみんなね、大丈夫、18歳の時とか19歳の時やることなんてないから。確かに。いっぱい人を好きになるとかじゃない？でも、そうだね。なんか、年齢重ねてた方がいろんなことが、やることすら、ちょっと、臆病になるよね。そう、恋愛とかなんてもう、恋愛とかって何ってなるかね。感情がなくなっちゃうんで、うん、今のうちに今のうちに30になると感情が薄れてくるみたいな。スズなんてもうやばいよこれから。そう、この数年でもう多分もう私一人でいいやみたいになると思うよ。いや、なると思うよ。そういう時に俺と出会うのよ。俺と出会うのよじゃないの。またうん、いやいや、もう出会わないでしょ、チッチと。絶対伝わらない動作しちゃった。力が抜けた、チッチを見てしまった。はい、でもまあ、そう、好きにね、自由ですから、10代の頃こそ、楽しんでほしいなと思います。では、ここで野村周平さんが余白時間に聴いている曲をお届けしたいと思います。曲名教えてください。そうですね。やっぱり心がみんな沈んでるということは少しね、メローな曲を聴いた方がいいと思うんで、We Are the World、マイケル・ジャクソンの We Are the World で。お願いします。There is a time when we should heed a certain cause, 'cause the world it seems is right in this line, 'cause there's a chance for in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel I should give away my heart, and it shows that we are needing it there. Then I read the headlines, and it said they're dying there.広瀬すずの余白時間。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお届けしてきました、広瀬すずの余白時間、まもなくお別れの時間です。2週にわたって、野村っちどうでした？そうね、なんか久々にラジオとかで会うと不思議だね、不思議だね。現場とかじゃなくてラジオ帰って
一応俺ら俳優やってるけどなみたいな。でも嬉しかったですよ、なんか。嬉しいです。なんか仲いいリストにまだ俺が入ってたのが嬉しかった。このいや、なんかさ、仲いいっていうかさ、共演者とかさ、知り合いは見えるけどさ、本当にさ、なんかこうフリーでこういう心からね喋れるね。そういうこと。いっぱいいるんだけど、そのうちの一人。いっぱいって言ったらダメですよ。ちょっとなんか、あれだから、一人二人ぐらいにしといた方がいい。ちょっとイメージ悪い、いっぱいいるって言ったら。うん、はい、最後、あ、お知らせ。あ、お知らせ。大好き、お知らせ。そうなんですよ。告知ね、急にニコニコする。その11月1日の金曜日から公開されるね、うん、映画、11人の賊軍っていうね。はい、あの武士の映画が始まるんですけど、うん、山田孝之君とね中野大河君がダブル主演で、うん、見たい、見てください、はい、すっごい面白い本当に面白い、あのすごいいい芝居してる、うん、キアノ・リーブスかと思うよ一瞬俺、あとキアノ・リーブスじゃなかったみたいなぐらいいい芝居してるね。すごい、それはそれはぜひ皆さんにも見ていただきたいです、ね、映画の仕事増えます僕は。あら、今度鈴、とダブル主演で会えることを楽しみにしてますよ。ここまで登ってこいよ。ついていきます先輩。ちょっとちちまた暇な時あるから来てください。暇なんですけど。あ、暇な、番宣あったらなんか来てください。あ、ぜひぜひ、なんかすいません、ありがとうございます。ありがとうございました。では来週も私と一緒に100時間過ごしましょう。ここまでの相手は広瀬すずと野村周平がお届けしました。バイピーン。バイピーン。広瀬すずの余白時間、三井不動産、全国の信用金庫の提供でお送りしました。